あんちゃん、父ちゃんちさ、洗濯機壊れたもんで、ね、新しい洗濯機買ったじゃん。ちょっと、<laughs> 前髪の遅延が悪いね。<laughs> 何これなんでこんなボソボソなの。最近あんちゃん何ベッドでホリ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 しとったもんで、ね。これ頭プシュプシュになったの父ちゃんち、新しい洗濯機買ったじゃん。新しい洗濯機さ、今までの洗濯機と違ってさ、ドラム式なわけ。これがすごいんだよ。あの、宣伝でやっとるさ、 フィルター掃除が楽なやつ。洗濯機買いに行った時に、父ちゃんたちは安いやつでいいと思って行ったら、これがも、ま、う、あ、まんまとさ、電気屋さんの口車に乗ってさ、フィルター掃除が簡単なやつをお勧められちゃってさ、すごいいいなと母ちゃんと思っちゃって、ね、だけどもう予算オーバーだったの。だいぶ予算オーバーだったの。多分父ちゃんたちも、これは買いようわと思ったんだけど、あまりにもお手入れ楽ですよとかさ、すごいいいですよって言われるもんで、父ちゃんと母ちゃんへそくりちょっとずつ出しちゃってね、なんとか買うことにしたの。で 楽しみ、楽しみに待っとったのが設置されたじゃん。そしたらさ、この洗濯機すごいの、やっぱり。もうお手入れとか全然いらん。まあ、父ちゃんたちは、今までのやつがドラムじゃなかったもんで分からんけど、とにかく楽らしいんだわ。乾燥機もついとる。すごいね。ほんでさ、洗濯してみたじゃん、実際ね。洗剤だってね、自動投入でよ。入れなくていいんだよ。一回入れちゃえば。一回洗剤入れちゃえば、もうあと勝手に生えてくの。すごくないなんだ、この未来の洗濯機だと思ってんよね、父ちゃんたち。大満足。なんだけど、 父ちゃんね、一個だけ不満があるの。父ちゃんは、変なとこで潔癖症のとこがあるの。まあ、ほとんどは潔癖症じゃないんだけど、なんかちょ、ちょっとだけ潔癖症のとこがある。うん、お前がさ、今までの洗濯機だとさ、上から取り出して、ね、ほん放していくじゃん。で、何の問題もなかったんだけど、今回はさ、ドラムダムでこう横に引き出すじゃん。うすとだよ、ズボン取り出すと、なんでか知らんけど、下着とかがくっついてきて、下着がポロンして床に落ちるの。洗濯肢濡れとるやつがまだ。父ちゃん、これがちょっと嫌で、え なんで落ちたと思ってなんで勝手にくっついてきたと思って仕方ないもんでそれもう一回干すじゃん。で、次の洗濯する時は、もう絶対落とさないと思って、すっごい慎重に慎重にこうやってゆっくり取り出すんだけど、またボトンって落ちるじゃんね。どういうことこんなに注意深くでさ、洗濯物取り出してるのになんでか知らんけど、靴下とかがくっついてきてボトンって落ちるの。どうしたらもうこれがちょっとちょっと、うーん、うんっていつも思うんだよね。なもんでさ、これだけを、 なんとかならんかなと思って。これは父ちゃんの楽ラ々クラクメンテの洗濯機だけかな。他のメーカーのやつはこんなことないのかな。父ちゃん、それはちょっとね、そこだけちょっと引っかかっとる。なんでさ、ここだけに、ね、あの、メーカーさん改善してくれたらすごく嬉しいです。あの、洗濯物取り出すぎ、ポトンと落ちるから。ね。ポトンと落ちるのやダメよ。洗ったばっかのやつがポトンと落ちるのはね。まあ、床をきれいにしとけって話なんだけど、まあ、なかなかそうもいかんじゃんね。ね。そういうことなもんで、ね、父ちゃんそこだけ不満かな。 あとは、あんちゃん、ちょっとこの、視野が悪いやつをちょっと直すか。はいはい。でんてんてん。はい、ポ、は、ン、いはい、ポン、ポン。うぅぅオールバックいきますオールバック。はーい。あんちゃん、なんかさ、あれだね。ハリーポッターの、マルフォイみたいなね。ほらほら、オールバックで、マルフォイ。悪いやつだよ。でも、日本が大好きなんで、マルフォイを。なんか YouTube の中で見た。いい人らしいよ。日本に寄付とかもしてくれとるらしいよ。すごい。でもで、ね、あんちゃんもね。これれでマルフォイになれる、うん ということで、今回の洗濯機、新しい洗濯機。まあ、ちょっとね、落ちるとこだけ不満があるけど、あの大事に大事に、末永く使っていきたいと思いますので、今回は壊れないようにお願いします。今回も動画見てくれてありがとうございます。500をしてくれたら、父ちゃん、アノのブラッシング、完璧に仕上げます。洗剤勝手に入れてくれるんだけど、父ちゃん、洗濯するたびに、洗剤入れたい衝動にか,かられます。皆さんは最新家電、使いこなしてますかまた次の動画で